台風7号は午前11時現在、非常に強い勢力で八丈島の北東の海上を北寄りに進んでいます。県内には明日の朝にかけて最も近づく予想です。この影響で県内は明日朝にかけて雨の降り続くところが多く、雷を伴い1時間に30ミリの激しい雨の降るところがある見込みです。仙台管区気象台は先ほど宮城県と福島県に線状降水帯の予測情報を発表しました。今夜から明日午前中にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北東の風も強まり、海上では今夜遅くから非常に強い風が吹く見込みで、明日にかけて予想される最大瞬間風速は海上で35メートル、陸上で30メートルです。波の高さも7メートルの大しけとなるため、暴風や高波に警戒してください。